トベから驚きの深刻地、元キングプリンスへの平野使用、神宮寺由太が合流か元キングプリンスへの平野使用、神宮寺由太が、滝沢秀明が設立した新会社、トベに合流するとの情報が浮上したことで、ファンの間で大きな話題になっています。 7月2日に行われた、とべ、の YouTube 生配信にて、元 V6 の三宅健が新たに合流することが正式に発表されました。滝沢さんがチキンを食べている写真をツイッターに投稿したり、生配信の告知に三宅さんの愛用しているバングルを映り込ませたり、三宅さんのツイッターのアイコンの充電が増えたりと、たくさんの匂わせがありました。とスポーツ上記者は語ります。 三宅健に対して質問を投げかけ、その返答を通じて発表されたこのサプライズは、三宅のファンクラブも新たに開設され、とべ、が本格的に指導するきっかけとなりました。さらに、7月3日にツイッターの音声制配信機能、スペース、を使い、滝沢と三宅が新たな告知をしました。7月7日の夜7時から再び YouTube 生配信を行うそうです。 たくさんのお知らせができるように頑張るという発言もあり、どんな発表があるのか注目が集まっています。都道記者は引き続き情報を提供します。SNS 上では、そろそろ例の7人組が来るかな次は吸いだろ、ろ次は吸いだろっていうドキドキ感がたまんないあの二人にその日が来たるとしたらいつかなといったファンの予想が飛び交っています。 元ジャニーズ JR のインパクトオーズとト,トキングプリンスへの平野市を神宮寺優太たが次に飛べに合流するのではないかという話が広まりつつあります。テレビ局関係者によると平野さんと神宮寺さんの合流が正式発表されるそうです。彼らは昨年11月4日にジャニーズ事務所退場を発表してから今後の活動に注目が集まっていましたが ついに再始動となります、とのこと。しかし、金プリファンには嬉しいこの情報にも、一つ懸念点が、金プリに残った高橋海と、高橋五高さんがレギュラー出演している富士テレビ系の、坂上動物王国も、7月7日の夜7時から放送があるのです。とべ、の生配信と日時が被っていますから、ファンの皆さんはどちらを選ぶか悩ましいでしょうね。 と、テレビ局関係者は語ります。7月7日、夜7時からの YouTube 生配信で明かされる新たな情報。やめじゃにたちのファンが大きな期待を寄せている中、果たして何が発表されるのでしょうか。平野紫耀、神宮寺ゆうの活動再開、そして高橋山の行く末に、ファンの期待と注目が集まる一方で、ずっと君を待ってる、という思いが溢れています。 新たな始まりを切り開くためのこの重要な時間を逃すことなくどうぞご覧ください。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。